昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。ありがとう。そうですね、まあ、進行論、まあ、一周目に関しては、飛躍をすかさないでいいかなと思ってますかね。誰かの動画で見たことあります、それは。はい、お願いします。まあ、占い師が出てきてから、まあ、白崎とか話聞いたり、まあ、どういう場面になるのかちょっとわかんないんですけど、釣り1は、まあ、2周目、理由を、しっかりつけてあげたいと思ってます。はい。まあ、それぐらいですね。はい。8番のプレイヤーが発言します。はい、特に必要ございません。まあ、最初に7番の精査を入ると、まあ、落ち着いてたような喋り方でしたね。はい。で、まあ、特段、おかしなとこはなかったかな。まあ、飛躍をすかさないで、まあ、その通りだし。まあ、7番自身でしっかり理由つけて2周目精査するって発言してたので、まあ、それ聞いてから7番の精査、2周目を越したいかなと思ってます。まあ、あと僕の思考開示としては、まあ、やっぱ思ったこと言ってほしいですね。やっぱり狼って、まあ、どっかを、村人と分かってるところを釣り寄せないといけないので、まあ、やっぱりそこで矛盾とか出てくると思うし、まあ、狼自身がやっぱり、釣り寄せだけじゃなくて誰かを、評価しもしなきゃ、同時に行わなきゃいけないので、まあ、僕の視点としてはやっぱり便乗位置がすごく、黒いかなと思ってる、はい、評価しも黒塗りもできる。9番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営、7番8番はまあどっちも2周目かなと思ってるけどね。7番に関して言ったらどっちかっていうと俺は物足らんかなっていうところ。じゃあ、7番が、自身がね、考察しやすい形をする際に、どういうふうに進めていったらいいかっていう、まあ、指針みたいなもんかな。うん、そういうのを出してほしかったかなと思ってる。これに関してはもう、望むべくもないところじゃないけどね。まあ、だから、良くも悪くもないっていうのが普通かな。まあ、8番に関して、まあ、7番にとった印象って、俺、落ち着いてる印象じゃなかったんよね。間延びしてて、そういう部分だけで引いたときって、なんか考えながらやってんのかなぐらいなんやけど。まあ、8番に関して、まあ、その7番への触れ方っていう見方が違うかなぐらいなんよね、今んとこは。ぐらいかな、今んとこ言えるのは。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。7番に関して発言矛盾があって、7番って飛躍すかすなって言ってるのに、占い師の人が出てきたから占い師の精査頑張りたいって、この人非占いすかしてるんですよ。だから狂人とかが7番に白打ちやすくなっちゃうんで、まあ、占いの偽の人がね、7番に白打ちやすくなっちゃうんで、7番って言ってることでやってること矛盾してるんですよね。でそれに対して8番が7番落ち着いてたしおかしいとこないって言ってるのは8番に関してもおかしいと思うんですよね。で8番って便乗位置を黒く見る、一番黒く見るって言ってたんですけど、便乗位置の定義って難しいんですよね。便乗位置ってじゃあ一番最初に言った人が一番白いのかって言われるとまたそれは別の話だから、7番8番はそんなに白いとは思いませんでしたね。まあ、9番に関しても同じとこで、9番ってその7番8番の要素が雑だったんで、良くも悪くもないっていう塀と変えたくない構図にも見えたんで、まあ、現状7、8、9番の中に白い人はいない。で7番が発言矛盾の8番がそれを拾えないのがおかしいって言っとこうかな。7番8番現状はおかしいと思ってます。2番のプレイヤーが発言します。はい、占い師の7番シロと知っています。そう、あのね、私の潮先なんだけど、7番さんって村目線印象が悪くなるはずなんですよ。飛躍をすかすなっていう発言をしたから7番さんが飛躍をすかすような発言をしているところ、8番さんってそういう要素とか拾わなかったのかなって、逆になんか発言が落ち着いていて全然なんか8番さん自身がなんか精査落としたくない、平等変えたくないオカミに聞こえるかな。なんか便乗っていうなんかパワーワードも使ってるけど、別にさ発言していってさ便乗していてもその人が本当に思ってることってあるし、8番さんってなんか全然なんか宙に浮いてる感じ、なんか本当になんか目立たないように行動してるかなと思って、まあ、9番に関しては7番の精査が違うその違和感8番さんに捉えたから、まあ、1番9番白評価してもいいと思うけどね。まあ、私8番怪しくて19白く見てます今のところ。はい、以上です。3番
のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。8番さんランダム白ね、8番さんランダム白ね。あー、いや、ぶっちゃけ1番さんが言ってる論、8番さんが7番さんに対して拾えなかった論っていうのは、まあそれは1番さん視点での話だから、なんか結構求めすぎてるかなと思っているかな、8番に対して。まあ自分の白先なんだけどね。うん、まあ、2番が人外なんだけど、まあ、多分2番さん狼でしょうね。1番の直後 の発言で7番が非占い師だと思って、そこに対して白誤爆を恐れた多分狼だと思ってます。ワンチャン2番強人でも、7番自身からそんなに 黒っぽい発言が拾えなかったから、2番強人で7番を囲いに行ったっていう線は俺はないかなと思っているから、だから現状2番狼かなと思ってます。はい、8番ってそんなになんか怪しく、4番のプレイヤーが発言します。はい、まあ現状占い師に関しては若干3番さんの方が真かなと思ってる。まあ2番さん、2番さんって前半1に白打ちなので、もうちょっと潜伏しても良かったんじゃないかなと俺思うけどね。あと1番さんはあんまり狼っぽくないかなと思って、7、8を結構殴ってヘイトを買うようにヘイトを買う感じしてたし、しっかり黒理由言ってたんだけど、あのその辺で1番さんは印象いいんだけど、9番さんに関しても7、8殴ってたんだけど、7、8の殴りがあんまり理由がちょっと薄かったような気がするんで、現状グレーの1級だったら1番さんの方が印象良くて9番さんの方が悪いかなっていう印象だね。占い師は若干さんの方が新目かなって思ってます。以上です。5番のプレイヤーが発言します。 あの占い師三四郎なんで2番さん釣ってください今日で、二度さんお前ら絶対スラすんなよって感じですね。はい、絶対スラすんだよマジで。あ、三四郎で4番ちょっと臭いなと思ってますね。別に1番って7と8殴ってるから狼っぽくないっていうのは俺全然当てはまんないと思いますよ、4番さん。はい、4狼硬いんじゃないかなと思ってるんで、はい、あの3番強人2番狼です。はい、あのすらすんだよマジで。6番のプレイヤーが発言します。性能です。これ多分すらできないんじゃないですか。これでね、とりあえず2番さんつってっていう感じでいきましょうか。あ、正直私1番さんのその7番さんの飛躍すかしと比占いすかし多分意味が違うと思うんですよね。そんなに叩く要素がかなとは思ったんですよね。ありがとうございます。あ、まあ、とりあえずあこのままだったら色見るために、2番さんから行かせてくださいっていうのが霊能の意見ですかね。ただグレーの中で、あ、私9番さんが8番さんに対して7番さんに対してあのなんか落ち着いてたあみたいなところは違うだろうっていうのは私9番さんに印象良かったんですよね。落ち着いてないように私も見えたん で、 あで8番さんについては、まあ、あのあれですね、便乗が黒いって言ってましたけど、便乗したらあなた黒く見られちゃいますよっていうところと、7番さんは理由つけて釣り打ち上げるか、あ、わかんねえ。とりあえず今日2からいきましょうよ。はい、7番のプレイヤーが、アリスさんギフトありがとうございます。あ、聞こえますか。まあ聞こえる前提で話しますね。はい、うーん、はい、ありがとうございます。まあ占い師で言えば2番がちょっとなんて言うんだろうな、1級が白くなるっていう理由がよく、まあ1番は2番目線白くなるかもしれないけど、9番も白くなる、2番ってだから7番のその矛盾、7番を釣りたがらないから、7番に対して違和感を抱かなった8番が黒いんでしょう。でも9番自身もその飛躍に関しては9番も拾ってないわけだから、2番目線で1級が白くなるっていう理由がよくわかんないですね。1番は白くなるのはわかるけど、だからそこがまず2番に引っかかったところですね。はい、まあまあその飛躍に関して、拾わなかったのはまあ僕のそのなんて言うんだろう、聞く能力が足りなかっただけなんで、はい、まあそこは素直に認めますが、その黒塗り、なんていうんだろう、便乗が黒くなるとかどういうのは別に僕の考察なんで、はい、別にそこ黒要素で挙げられても僕は便乗一黒く見るだけなんで、別にあなたたちが黒く見ないなら別にそれでいいんじゃないですかとしか叩き返せないです。はい、
まあ2番釣りでいいんじゃないですか。2番釣って黒出た場合って5番ってほぼ欲しいんだと思ってますね。3番に白ってることが興味はあんまない、興味は全くないと思ってるんで、うん、まあでもどうだろう、2番が狼だった時って4番はないかな、5番と違って4番はないかなとは。あでもね、4番もまあちょっと理由が薄かったからな、3ってし、あの3を死んでみるっていう理由は、まあ、ワンチャンあるっちゃあるけど、あんまり雑な切り方してるな、2、4だったらってぐらいしか思わなかったですよね。はい。それぐらいです。9番のプレイヤーが発言します。現状3仕様でしょ。まあ2番を釣るのは全然構わんよ。2番に関しては、うん、あの7番に関しての部分、1番から取った要素っていうので、1番を白置きする理由が全くわからんと思ったから。うん、1番って7番に関して、非占いを透かしたっていうところを、うん、あの、飛躍を透かしたっていうことを混同してるんやけど、ここに関しては6番の指摘が、まあ、あの、一番正しかったよね。うん、まあ、全くもって意味合いが違うし、非占いを透かしたところになんなんて話なんよね。重要なのは騎士を透かすことやと思ってるから、うん、全然そこに関しては、あの、7番のクレオス足りえんところやと思ってる。うん、だからまあそういった意味合いで、あの位置を白く置くっていう理由は全くもってわからんかなと思ってるし、4番が結局のところあの9番を、うん、あの突っ込む理由としても不適当やと思ってるし、はっきり言って。だから単体で見たときって1番4番ってどっちも黒いなと思ってるんやけど、うん、2で黒出たときに4の黒がない、うん、これに関しても安直にあの見るべきではないと思ってる。ラインで見るのは不可能やと思ってるが、ここに見た場合って普通に単体やと思ってるから、2黒出たら1番4番、あのここに関しては3番 5番の占い結果のみで十分決まる位置やと思ってるけど、うん、ぐらいかな、うん、もう正直それ以外の精査ってしようがないと思ってるしね、2番の色結果次第じゃない今見るんだったら、うん、まあそんな感じやね、うん、まあほぼほぼ2オーレシンとして見れんから2釣りで全然ええと思うんやけどね。1番のプレイヤーが発言します。とりあえず5番と7番いる？5番と7番いますか？いる。5番いる？5番いる。 OKOK。 じゃあ普通に続行しますね。この村で、まあ、5番が進化系で進んでるけど、5、8、狼、3教師の世界線ってどっか追わないのかなと思ったのが、8番ってなんか殴られたところに殴り返してるようにしか聞こえなくて、まあ、なんか自分を黒く見るならそれでいいんじゃないですかみたいな8番の発言してるから、単体精査で8番ってめっちゃ黒いなと思ってるんですよね。だから5番視点で3番の強心助がして、3番に白さして2番の新占い師を釣りに行ってる構図も全然見えなくないんですよ。でなんで俺5番の5番の芯がないかっていうと、5番ってグレー精査あんまりしてないから、単純に単体精査で5番ってそんなに新芽ないなと思ってたんですよね。まあ、3番も2番も白先に触れてるからちょっとようわからんけど。ただ5番進化程で俺3番強人って、俺さっき5、8、狼、3番強人も終えるって言ったんだけど、3番強人世界線があんまり終えないのが、3番視点で2番の白先の7番に対してなんかそんなに黒塗りする準備してないんだよな。3番強人の時って7番に対して黒塗りするのが無難だから、3番強人世界線があんまり見えないんで、俺はシンプルに235の新切りでいいかなと思ってますね。情報釣りで2番っていうのはナンセンスかなって思ってますけど、現状。え？これ言うと2番とのライン追われるんかな。俺別に2番、3番、5番も結構イーブンだと思ってましたよ、正直。グレー単体精査では9番がやっぱ来るかな。俺が7番にとった飛躍と火占いのって要素が違うから。火占いも普通に無駄にない。2番のプレイヤーが発言します。のプレイヤーが発言します。じゃあ5番半番強人だって言ってんだったら8番で囲われてる可能性とか追うでしょ。それじゃなくてなんで4番にフォーカスを当た向くんですか。謎なんですけど意味不明ですけど、ほんと余計なことすると思ってるから、あもうナエルはもうね、霊能いる村の3仕様ってほんとつまんない。どれだけ発言頑張ってもこうやって盤面作られたらすぐ釣られるから。もうめんどくさくて嫌いなんですけど。ああ、じゃあ9番さん目線でさ、8番って白く見えたの？ 8番に指摘するのは普通じゃないの？そこをなんか私の黒要素みたく言われてるけど意味わかんないんですけど。
私がね、8番にとって取って欲しかった要素っていうのは、ね、7番への指摘なんです。7番の要素の取り方が全然おかしいから、そこを拾えてる9番と1番と白いと思ったんですけど。意味わかりません。3番のプレイヤーが発言します。あの、2番さん、こんだけ一生懸命言ってるけど、2番さん人外だから、そもそも2番さんって7番さんが非占い師透けてるどうのこうのって言ってるけど、2番さんって自分が占い師だったら別に7番の新占いが透けようが何しようがって勝手じゃないかな。うん、だからそれを1番さんが白い、9番さんが白いとかって言っている初週の発言っておかしすぎるから。はい。で、グレーで言うと4番さんね、4番さんが、2番さんの2攻めが前半に打っているからって言ってるけど、4番さんして3番さんもどうなるんかなと思ってるけどね。私8番さんに白打ってるけど。で、ね、9番さんがラインでないって言ってるけど、単体的に言って4番さんっておかしな発言してると思ってるから。4番が一番サイクロかなと思っている。で、6番さんにお願いね。今日情報釣りで2番さん釣るよね。だった場合、2番さんが白でも黒でも、ね。白でも黒でも、占い師3番さん5番さんが一斉同時に、ね、結果張りするから、その後に6番さん教えてね。はい。6番さん。私、新占いで2番で黒落ちた場合、5番強靭で明日に黒落ちた場合って、必ずそこ釣れるから。ね。俺が強靭だったら、ね。2番で黒落ちた場合って、なかなか明日以降に黒打つこと難しいから、だから6番さんにお願いね。2番さんの結果貼るのは、遅く、ワンテンポ遅く貼ってください。はい、以上です。はい。2番さん釣って色を見てください。2番さんが白だったら5番さん破綻になるから、その次俺真確定になる。4番のプレイヤーが発言します。3番さん、それ常識だから別に言わなくていいと思うけど、俺は5がローの時9だと思う。多分あそこ釣られる場面9番さんだったと思うから、9番さん釣られないために5番さん出てきたんだと思うよ。1番さん8号追ってたけど、俺それはないと思うな。それだったら5番さん潜伏して9釣っとけばいいと思うからないと思うよ。俺は1番さん白く持ってるんで1番さんにはそう言っとくね。俺だからちょっと3番さんが一番真かなと思ってるから、今日2釣りでいいと思う。だから5級か29か27か、こんな俺8と1は印象いいかな。一番さん印象いいとこって7、8の殴りが俺は真っ当だったと思う。9番さんはちょっと7、8の殴りがあんまりしっくり来なかった。雑に殴ってた感じがしたんで、俺9番が一番黒いから、7番さんちょっと2周目喋んなかったし、7人も十分あるんかなと思う。それと9番さん釣られそうで5番さん出てきた。だから現状3が一番新目かなと俺思ってる。今日2番さん行きます。グレーで怪しんでるのは7級ね。5番のプレイヤーが発言します。24かな。ああ。もう2つって100黒落ちるんで、俺はもう黒見つける仕事をするだけですよ。はい。5級だった場合って、普通に9番釣られてもらってるんで。で、2、3ローラかけて、アンパーアイなコード出てるんで。はい。今日2番さん行ってくださいね。あ、グレー精査してないから新目ないとか言われても、困っちゃうんで、3番さん白なんで、2番さん狼確定なんですよ。はい、以上。6番のプレイヤーが発言します。なんか、まあ2番さんが盤面上釣られるっていう話したんで、言い方してんでね、2番さん釣る理由1個だけ言っときますね。8番さんが3番さんに囲われてる視点を5番さんがなんで追わないのって、5番さん視点で8番さんのお話の後に3番さんが、8白出してるのに、それを追うのって不可能じゃないですか。8番さんの、なんだろうね、発言を。聞いてもないのに5番さんに囲いを追えっていうのは1番さんの意見の乗っかりでしかないかなっていうふうに思ったんで、2番さんからすらしていただきます。1周目、1、2がどうのこうのみたいな話がちょっとありつつも、2番さんが1番さんに乗っかったのが2回目なんですよ。2周目ももう1番さんの意見に丸便乗で5番さんに対して3、8の囲いを追わねえのかっていう意見、そこまでガチガチに乗ってくるかとは思うんで、2番さんの色次第ですけどね。2番さんが黒だったら1番さん弾いてもいいのかなっていう気はします。
はい。そのところかな。いや、4番黒にはあんまり見えないけどな。視点すっきりしてるし。全プレイヤーの発言が終了し、私が悪人ですって？もう怒りますよ。どうだろう、これ2個もあんのかな。赤シモンさんギフトありがとう。いやこれ占い3仕様いいよね。2グッジョブ出せれるから。うわ、2放棄。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番、2番の遺言を発表してください。まあ、どっちかは分かってるけど、どっちかは分かってるけど、履歴表示にしね。夜が更けました。履歴表示。騎士の方は夜のアクションを行って。その疑いにはどんな根拠がある？履歴表示。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。7番のプレイヤーが発言します。んー、これ4、やっぱ土地狂ってるな。ゴノさん、俺とカオカミねえやろ。騎士出ようか。出るか。聞こえますか？聞こえますか？ああ、よかった。もう大丈夫、マジで。イヤホンの関係ですね、多分。2番さんが人狼、2番さんが人狼ってことで、4番さんが騎士。ってことで、まあ5番さん破綻ってことか。じゃあ、まあ、グレー詰めればいいんじゃないですか。5番、狼ってことはないでしょう。だから、グレー詰めて、3番さんの、3番さん進確定したから、3番の色結果で勝つんじゃないですか。8番のプレイヤーが発言します。ちょっとアラームが鳴っちゃった。5番強人か。まあ、4番はないと思ったけどな、2、4ってな。まあ、騎士いないんだよね、もう他に。まあ、じゃあ4騎士で5番破綻で。5番いくか。まあ、3番もう一回守れるからね。はい。8白、8、4が、まあ、騎士がなっちゃったのはあれだけど。どうやろうなぁ。いや、勝ち確じゃないよ。9番はないと思うけどな。9番ってのは2番に対して持ってくより8番叩いた方が早いと思う。8番ってのは2番をの、盤面的に釣りたい、叩き返ししかしてないから、まあ9番目線でも8番って叩きやすい位置だったと思うから、2周目で9番が8番に対して全く触れずに、2番に対してばっか触れてる。人気はないかなと思ってる。やっぱり一番がこれもグレー詰めていいやろ。2から外したってのがやっぱり黒くなっちゃうかな。グレー詰めよう、うん。まあ7番は発言が聞けないからな。うん、9番は7番ってこと ?7 番ない。人狼がゲーム終了。村人陣営の村人陣ごまさん、本当に村さんなんですか？
5番のムラスラ、マジ5番のムラスラ。いや、ムラスラでしかなかったよ。マジ9、今日は利敵やけどな。あ、茨城さん、ギフトありがとう。え、でも、利敵、まあ、利敵というか、利敵なんですか、あれや。村人に多大なる貢献してましたけど。いや、あれは、ちょっと、だからね、利敵っていうか、悪いやろ、占いのライって、狂人来てるからね。まあ、あそこで、なんて言いましょう。あの、明確に兄さんの進路がついたから、あんだけ強気にできたんだろうなって思って、私はすげえなって思ってましたけど。あ、さちかさん、ギフトありがとう。7番、9番が狂人やで。だから、勝負してんでもワンチャンあったんやけど。ちょっと待って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 、5番ってムラスラなん、あれ。ほんまにムラスラ。マジで。7番って別に開始しなくても戦いたくない？アイスケイさんギフトありがとう。だってその周りの流れ、いやいや、グレーツメだからもう無理よ。いや、でもムラスラ信じられないでしょ、さすがに7番さんしても。ああ、けどまあ、あれやね。多分7釣りやったやろ。7釣り俺言ってるったよ。グレー、まあ、多分グレーだったら7詰めてましたけど、うん、でも一応なんか9番がめっちゃ黒くなって、あ、でも無理か。七釣り9占いが負けだったかな。七釣り3が9占ってたら負けてたかな。PP。いやいや、たくまさん。あ、7が黒だ。7番さん釣ったらもう終わり。あ、終わりやね。俺そんなに黒かった？いや、別に俺は7番、8番の黒いと思ってました。うん、まあ、狂人視点で言うと、あの4番視点での、あの1番、9番の生産の付けどころっていうのに関して突っ込みどころがあったっていうレベルやから、そこまで黒いかどうかって言われると、ちょっとそこは賛否両論あるところじゃないですかね。うん、なんか、初週のあの発言ですり寄られたんかなと思って、4番差占いました。ああ、すり寄りね。2-4 ね。いや、そうです、そうです。うん、今さ、その死ねとかはあかんわ。それはあかん。はい、ありがとうございました。お疲れさんでした。ありがとうございました。お疲れさま。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。8番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。まあ、進行論というか、まあ、持論なんだけど、私はね、まあ、自己紹介か。発言精査を重きを置く人物なんですよね。その後に、盤面精査を、まあ、付加要素としてつけていくような感じだから、しっかりとね、発言で要素を落としてほしいなと思ってて、特に1日目っていうのは、1週目から2週目にかけて、なんだろう、思考の更新っていうのが、かなり重要になってくると思うんですよ。だから、なんだろう、そこの変化について矛盾があるかどうかっていうのを私は見ていきたいなと思うから、1週目からできるだけ要素を落とすような発言をしてほしい。進行論に対してどうこうとかではなくて、なんだろう、進行論はまあ8、9番まででいいから、1番ぐらいからは印象について語ってほしいなって思ってますね。はい、それで2週目私も考察します。9番のプレイヤーが発言します。9番カロリーよろしくお願いします。8番さんの印象がすごくいいなと思っています。なんだろうな、8番さんは自己紹介をした人物で、自分がどういう考えの持ち主かっていうのを下ろしてくれたのがすごく印象がいい点ですね。1週目の、初順手でそれをやってくれると8番さんの精査が非常にしやすいと思っていて、8番さんは狼だったら色を落としやすい人物だと思っていて、精査が非常にしやすい人物だと思っているから、8番の印象がすごくいいですね。はい、そんな感じかな。まあ、なんか俺は特に進行論がないから8番の印象を述べたって感じですけど、まあ、しっかり話を聞くのが大事かなと思います。以上です。1番のプレイヤーが発言します。占い師です。5番に白出てますね。で、例の人は、まあ、遅くても8番の位置は手は出てきてほしいと思ってます。騎士はグレーズメの時は出てきてくださいって感じで。3、4の時は潜伏っすね。で、8番に関しては、そうやな、まあ、思考転換とか
矛盾点を探していきたいみたいなこと言ってたけど、その位置でどうやって思考の転換を、思考の転換を、把握できたとしても発言する機会ないと思うんですけどね、八番さんって。だからそれに対して、だから八番さんって、色落ちなしやなって感じ。まあ俺はあんまりそのお願いしとるのもあんまり好きじゃないですけどね。はい。八番さんに関して言っとくと。だから8番さんってちょっとおかしいと思ってて、それに対して印象いいっていう9番さんが普通にローメンあるかなって思ってます、現状。2番のプレイヤーが発言します。まあ、なんか1番の精査おかしいなって思ってますね。8番って別にお願い、あなたがお願い嫌いかもしれないけど、8番は進行論をトップバッターの位置だから進行を決めれる人なんですよ。だから8番が村にお願いするのは普通だと思ってるし、8番の進行、8番の言ってる持論自己紹介っていうのは俺はいいものだなって思ってるから9番に対しての印象もいいんですよね、別に。はい。うん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 。そんなところかな。なんか、一番の精査があんまよろしくないなって思ってますね。自分の持論を、で、一番が、まあいいや、で、今一番が八番に対して、そういうふうなのを指摘を入れたのにもかかわらず、最終的に着地点が印象なしで終わってるのが違和感かな。今、現状が一角してる一番に言うのもあれだけど、俺はめちゃくちゃ違和感だった、一番が。はい、以上。3番のプレイヤーが発言します。めちゃめちゃ1番8番やなって思ったっすよ。8番は黒よそってよりは、まあ、言葉がおかしいです。自己紹介っていうのは、名前とか職業に対して使う言葉やから、自己紹介が思考開示とはまたぐちゃぐちゃになってる。言葉が違います。あと、ジンクスって発言したけど、ジンクスは縁起の良いものを担ぐことだから、なんか、そういう言葉、なんか、ジンクスって聞こえたんだけど、なんか8番って言ってることも言葉なんか全然違うよって思います。ただ、それが黒要素じゃない。だから緊張してんなってめっちゃ思いました。9番がそれに対して、8番到着する印象いいっていうのがちょっとわからんくて、1番が取った要素で、8番の要素ってめっちゃ不当なんよ。それって1番8番で殴り合える関係性、1番狼、8番狼って。だけど1番は8番に単体でおかしいとこ拾ってんのに、追対1は9番って言ってるのが、1番8番到着と見えたんだけど、1周目で。うん、1番がめちゃめちゃ偽っぽいなって、8番の単体の要素で俺はおかしいとこってか、緊張してるなって、発言がおかしいなって拾ってるところに、1番が8番に叩いてるけど、結局ローっぽいのは9番って言ってるのが、1番8番めっちゃ関係性あるなって思いましたよ。1番と着想に適性って思ってますよ、8番との関係性と見てね。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい、占い師でした。乱勝で9、白乱勝で9番さん、白箱お願いします。霊能はもうすぐ出てきてほしいかなって思ってます。まあ、騎士についてはグレーズム盤面以外は潜伏でお願いします。まあまあ、俺は別に、どうやろうな、8、2、3、別にどれも気になってないかなっていう構図かな。まあ、3番っていうのが結構俺は一番村っぽいかなって感じで思ってるかな。1番のことが偽。で、1、8、ローロー。しか追ってない構図も、なんか18ローロを追ってる世界線を描いてるんですよね。この仮に8番が釣られて、8番が白結果やった時って、3番ってどうやって戦っていくんやろうって、あんまり狼っぽくないって思ってるから、3番が一番村っぽくて、まあ2番が1に対しての指摘も、俺はいいもんやと思ってたから、現状、8番の進行論も俺そんな3番の言うほど、そんなに。5番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。なんか一応どっちもなんか信ないなって思ったり、4番はなんだろう、2番が1番に対して取ってるしがそうでもないって言ってるけど、1番ってあなたの対抗ですよっていうふうに思ってるし、なんだろう、気持ち悪いなって思ってますね。8923だったら印象いいのは23番さんですけどね。2番さんが一番印象いいです、私の中では。8番さん2周目、ただ1番さんが何だろう、8番にすっごいベタベタ触れるのが、なんでこの人こんなに8番を釣り押して着地点9って言ってんだろうっていうふうに思ってるから、いや、なんか1番が微妙、4番もなんで1番、なんか2番のことを1番を評価してる、なんて言うんだろう、言ってたのを違和感とか言ってるのか謎いやー、これむずいな。一応についてめっちゃ謎ですね。兄さんに関しては一番印象いいと思ってますよ。まあ2周目話します。6番のプレイヤーが発言します。
はい、占い師です。占い師7番白です。把握お願いします。そうですね、1番さんと4番さんの内訳はわからないです。まだどちらが狂人でどちらが人狼かわかりません。7番の白しか知らないんで、囲われてるかっていうのもしっかり追っていきたいかなと思います。2周目の発言聞いて、今思ってるのは2番さんに関してはちょっと疑問に思っていて、1番さんって最初に8番さんのことを印象なしって言って、その次に印象悪いって言っている人物だから、着地点は印象がないっていうわけじゃないんですよね。でその8番の印象が悪かったのを9番っていうのは印象がいいって言ってるから、9番が人外じゃないかって言ってるから、なんと2番さんって若干1番さんの発言の捏造をしているなって思いました。だからそこをなんか印象がいいって言ってる3番さんもどうなんだろうって思ってます。7番のプレイヤーが発言します。うん、これもう6番さん死んじゃないの？ 6 番さんがここで狼で出るメリット俺ないと思うし、現状かなり黒い人でここ釣られそうっていう人いなかったよね。みんなしっかり釣り位置言ってないから。ってなると6番さんが俺出る必要ないんで6死んだと思うから、まあ、どっちから行ってもいいと思う。6決め打ちで、グレーの狼位置ね、これ1が強人だった時って2の3って薄いかなと思うんだよね。叩いてるから。だからね、どうなんだろう、1から見た方がいいのか。まあ、一応4番さんから釣った方が4で黒出た時が、5の白がかなりわかるよね。1が強人で5を囲ったら4出ないから、自分は情報釣りから4番さんから行った方がいいんじゃないかなと思ってます。8番のプレイヤーが発言します。はい、あーレースラー占いにしろ、はいはい、あー 3C をね、うーん、4釣りでいいんじゃないかな。4か6でいい。まあ5はねまだ精査位置だと思っていて、ちょっと待ってね。うん、5がここで出たか。ちょっと待ってね。私はね、3番の意見って、おかしいなとは思うけど、まあ、3番の主観精査だから、別にそこまで気になってるわけではないんですよね。1番の偽を拾い、1番から引っ張ってきて8番だから、3番視点の意見としてはわかるけど、まあ、別に私は1番叩きってなんか意味がわからない。叩きたいだけの人だかなと思ったから別にって感じですね。3番の意見はまあ分かるっちゃ分かる、まあ、あれは自己紹介ですよ。私の自己紹介だから別に、まあ、3番にはそこは分かってほしいなと思っていて、もう9番2番に関してもね、9番に関しては若干私と思考は似てる人物かなって思ったから、ただ2周目の考察聞かないと分からないなって。9番陽性最地、2番に関しては意見としては分かるなと思ったから、2番3番若干白目を持っていて、7番に関してもまだ分からないなって思ってます。7番視点では占い 3C を1、4、6の 3C だったから分からないな。だから私はね、7級が精査1、2、3白っぽいなって思ってました。以上。9番のプレイヤーが発言します。ん、俺6番の芯がないと思ってしまったんですけど、6番さんって7白でいいんですよね。6番って7番の発言を聞いて囲われているかどうかっていうのも判断していきたいって発言をしていて、この人7白見えている人物ではないと思った。そうですよね、7番の発言聞いて囲われているかどうかの精査って必要ないと思っていて、完全な失言をしてしまったと思っているから6の芯が絶対ないと思っていて、6番釣りたいんですけど、7番が6番芯っていうのはちょっと理解できないんですけどね、私はって思ってますが、いかがでしょうか。グレーだと3番が少し気になって、3番の位置で1番の芯がおそらくないっていうふうに思えてたと思うんだけど、まず18を追ってるのが違和感で、18だった時って1があそこまで8番に触れるかなって思っていて、かつ3番目線で1の偽を盲信しているのであれば、2番も1の偽を追っていたけど、俺は3ほど1の偽が見えてるんだったら 1,2 のライン切りを終えるかなと思っていて、2番に対してあまりピックアップしていないのが、でかつ 1,8 を追っているのが3番がすごく気になったって感じですね。その3番のことを
白いと言っていた5番も気になっていて、占いだと6が絶対に芯がないと思っていて、4号だと少し4に分があるかなって感じですね。5が言った3の3が印象よく見えるっていう論が俺は分からなかったですね。これ4って感じで6の芯だけはないと思ってるんで、俺は6に入れます。1番のプレイヤーが発言します。せやな、俺あんまり5番が潜伏してる意味がわからないんですけどね。5からでいいんじゃないかとは思っとるけど、6番の出現に関しては拾えてないっすね。言っとったんかな。今の俺8番さんの発言結構引っかかったんですけど、2、3白置きしたらもう7級にいるんじゃないですかね。白っぽいと感じで精査1って結局何も言ってないし、かな。5番って3番の発言でほぼ便乗してたよね。それが気になってんすよね。なんで占い師やったとして、3番の発言に便乗するってなんかおかしいとは思うんですけどね。2番の発言に便乗するならわかるけど、2白が出とってかな。どうなんかな。でも4番はちょっと強人っぽいなと思ったけどな。あんまりなんか俺のことを釣りをしてこんかったし、なんかあんまなんやろうな、あんま芯取る気ないなって、まあフィーリングになってまうでな。ちょっと根拠は薄いけど、6ローで出る必要あったっけ、あそこ。まあ5番に関しては潜伏した理由は聞きたいかな。うん、潜伏する意味がマジでないと思ってるんで、その位置やったら出てきたら絶対新目取れるんじゃないかとは思うし、かな。チャット完全に用意しとったやん、どこが。それも気になる。2番のプレイヤーが発言します。まあ6、8、ロー、ロー、4手順で提出しますね。まあ4番の言ってることもおかしいですけど、予想忘れてたんですけど、はい。6番が2番3番に対してヘイト向けたのってガチでクソ不当だし、8番自身が2番3番に対して白強化を置くのであれば、6番が2番3番に対してヘイト向いてんだから、8の釣り位置って4じゃなくて6になるくねって思ってるけど。5が出てないときに5番が一番村っぽい精査してんなーと思ってたから、5番のシーンはめちゃくちゃあると思ってるから、だから1番がなんか間違った選択しそうなんで、今日縄僕にください、6番釣ります、ね、1番がめちゃくちゃ間違えてる選択しそうなんで、俺信用ならないんで1番のこと、はい、今日6番釣ります。なんか6、8、ロー、ロー、4強陣にめちゃくちゃ見える。以上。3番のプレイヤーが発言します。いや8番と9番やったら6、4で9番が狼やぞ。6番と 8, あの8番と9番やったら8もおかしいけど、あの8番の2周目の段階で3番2番であった時に、ならあの9番のことを共感しろって言っていて、6番っていう人物が7番とつながり得るときって、7番が6番の芯盲信している人物やから、ただ9番がおかしいですよ、明確に。あと6番芯切りますね、そこだけは9番と一緒。6番視点で3番って2番のことを白いって白評価してって、白評価してないですよ。俺は1番と8番の関係性で1番8番あるんじゃないかって、ほら1番にほら占い師じゃないじゃん、速攻気づきましたよ。1番の視点の中で俺占い師じゃないなって速攻思いましたよ。で1番が8番に叩くコースが、あのなんか9番が言っていた2番と1番の関係性のライン切りに見えなかったんですかって。いや俺は1番と8番の切りに見えたんですよ。だから俺は1番と8番に精査を加えたら、9番が1番と2番の関係性を追わなかったんですか、3番って。で9番は6番の芯を切っているんでしょ9番は6番の芯を切って、これ説明するよ、9番は6番の芯を切っています。出現から7白持っている状態の6番に対して9番は6番の芯を切っています。4番と5番だったら4番の方が分があるかなって言ったんですよ。でも4番って何て言ったか知ってます？3番が1番村っぽいって言ってるんですよ。でも9番って3番にフォーカスされて3番がおかしいって言ってるんですよ。そんな4番は3番に評価しているんですよ。9番視点で5番と4番の差異やったら絶対4番に分があるなんてことは出ないですから。いやもう自分で説明してわかるよ、9番めちゃめちゃ黒っぽいわってめっちゃ思ってますよ。4番と5番で4番に分がある、でも3番に違和感があって4番は3番を評価しています。9番視点で3番がおかしかったら4番に分があるんじゃなくて5番に分があるんですけどね。6番芯切ったらつって、6番詰めてから9番占い視点、4番5番、9番絶対黒いわ、はい。4番のプレイヤーが発言します。まあ俺は9番に白が出てるんで、あの
9番の狼じゃないですよ、3番さん。俺は3番さんのことを別に特段と怪しんでないから、少し思考を改めてほしいなって、3番とはまあ対話したい人物かなって今のところ思ってるんですけど、俺、7、8、どっちかに狼がいると思って、5、6の精査って現状どうなんやろうな、これ。6番狂人。6番狂人が1番の狼やと見えて、助けに来た構図で、5番が狼で、後から使用している感じかなって思ってるかな。7番のね、単体精査でおかしいところは、6番が狼やったら絶対に出ない。だから6番が真やっていう主張をしてるんやけど、7番目線で6番のことを狂人っていう視点が全くないんですよね。それが不可解かなって俺は思ってますけど。で、8番の違和感は、なんで4番釣りなんっていう違和感、全く要素を4番視点での来る要素を上げずに4番釣りっていう8番が意味がわからんかなって思ってますね。はい。だから単体精査では7か8かなって思ってるかな。俺は5番が狼に見えるんで5番立ってほしいんやけどね。2番さんはかたくなになんか6番行くとか言ってるけど、5番、5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。潜伏した理由ですか？1番が5番に白で、あなたがスラスラしないかなって思ったからですよ普通にかな。あと私ちゃんと1、4どっちも偽っぽいなって落としてるから1周目で。で、4番が狂人で6番が狼かなっていうふうに思ってる。場面的に6番って3周目で出てるし、なんだろう、なんか芯取り来たんかなって思ってるから、4番狂人の6番狼、6番で黒落ちると思ってるんで今日6番行ってください。あとは、6番の相方なんだけど、もし仮に4番が9番で囲えてたとしたら、あんまり出る必要ないかなって思ってんだよね。しかも9番って6番から行くって言ってる人物だから、なんだろう、発言は確かに3番さんが言ったように、4番に分があるって言った発言はちょっと違和感があったけど、多分9番っていうのはあんまり狼っぽく見えないなって今私は思っている。7番に関してはどうだろうな、6、7で多分、いやー、わかんないけど、そんな6番シーンあるなって6、7相方でやるかなって思ってしまっているから、8か3にラストウルフがいるかなっていうふうには私は思っている。8番さんで気になっているところは、なんだろう、占いの内訳はあんまり言ってなかったかな、言ってなかったところがちょっと気になっている。まあ確かに私が潜伏してたからその位置で言うのはちょっと厳しかったんかもしれんけど、かな、くらいかな。6黒落ちると思うから、なんかワンチャン私守ってほしいなって思って。6番のプレイヤーが発言します。9番さんに言っときますけど、私は7の白しか知らないから、1番さん、4番さんに関しての白先の囲われてるか囲われてないかの精査をしていきたいって言ってるから、7番さん、片白なんて一言も言ってないし、捏造にも肌肌しいよ、9番。ただその、すっげえ9番把握漏れしてるから、それに対して誰も突っ込まないんだな。私が失言したと思ってる。その程度で2番、3番も乗っかって6番釣りでしょ。もうどこも黒くてわかんない。8番に関しては、私が2番、3番が黒いって言って、8番さんに関しては2番、3番さんが白いんだよねって言ったら、真っ先になんで6番、6釣りにならないの、8番さんに関しては。私が黒く見えると思うんだけど、思考が合わないから。9番さんに関してはただの捏造だ、わかんない。9番に関しては5番と3、4番に関してだけど、5番が 2隅出てきたっていうのは5番狂人だと思っているから、4番から釣ってほしい。4の相方は2番3番9番8番わかんない、どれもわかんない。9番に関しては必要な殴りしかされてないし、8番に関しては思考が合わないのに6番にたどり着かないのがおかしいと思っているし、で、なんかもうみんな6ずりって言ってるからわかんない。5番さん
強靭だと思う。6番から7番のプレイヤーが発言します。うーん、俺ね、8番さんのスタートの喋り方でそんなに黒いと思わなかったよね。9が8を白置いたとき、まあそれ結構すり寄りあるかなと思って、1が9を釣り寄せたじゃん。1、9釣り寄して2、3が猛烈に1叩いてるから、4が老軸の時って2、3が1叩いてるから、2、3って4って釣りたくないよね。だから2、3釣らないってなると、もう9番釣られる可能性もあるから、9白打ったと思うから、俺4、9人狼の6強5進じゃないかなと思うんだよね。2番さんはちょっと8が釣られそうな6、8を追ってるけど、俺多分8は釣られないんじゃない。しかも9が8を白置きしてるし、だから俺86に見えないから、やっぱ9が猛烈になんか6釣りをしてるとこが4級に見えるんだよね。9番さんが8白置きしたのって俺は釣り寄りあると思うから、俺は 4進切りのまあ5、6どっちかし、まあほぼ5が進だろうけど、俺は4から行った方がいいと思うけどね。6番人狼であそこ出る必要あるかな。一番後半位置で釣り誘導もできる位置だし、俺は4番さん新切りで先に4番さん釣った方がいいと思うよ。自分4番さん行きます。全プレイヤーの発言が、その疑いにはどんな根拠がある。ラックメンさん、ギフトありがとう。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番、4番の遺言を発表してください。マジかよって思うねんけどいやー、ムカつくわ。あの、7番さんって、あの、精査してないっすよね、発言精査。1番が9のことを釣りたいっていう主張って、ほぼほぼまかり通ってない発言やから、2番がそこで1番を叩く構図って別に真っ当なんすよね。だから不当な要素で9番、1番って9番のことを叩いてるから、全然理が通ってないんすよ。かつくわって思ってるけど、8番の俺の釣り、いやー、もういいわ。3番がなんか俺に入れてきたっていうのも謎やし、もういいわ。うん、もういい。あの、白結果出たらもういいよ。もう3番釣って、あの、5、6釣り切って3番釣ってくれたらいいから、うん、3番の HP クソほど減らしたろうかなって思ってるからいいよ。はい。あの、3番さんって、あの、何 ?8 番が気になってるんですよ。8番って俺に入れてきてますけど、どうなってるんですか ?3 番さんのグレー精査聞きたいな。聞きたいわ。夜が更けました。これどうしよう。小声するかな。小声しようか。惜しいんだよな。俺占ってなきゃいいけどな。けました。昨夜は、あー、噛んできたか。1番、2番のプレイヤーが発言します。9黒、9白、いや、多分4番黒だよ。多分4番黒か。ね、5番の意見聞きたいけど、5番が4番黒追ってるなら9番釣るわ。9番釣る。なんか1紙がね、4黒の紙だと思ってしまってんだよね。
5番の意見聞かせて9、うーん、4番で落ちたと思ってるけどな。まあいいや、6も釣るわ、6も釣る、6も釣る。でおそらく4級ローロもしくは6級ローロだと思ってるけど、基本的に4級かなって思ってるんだよな。まあ6も釣るわ。はい、ちょっと俺3番白だと思ってるから3番の意見聞かせてくれ。6釣るか今日9釣るか。3番のプレイヤーが発言します。簡単簡単、なんで4釣ったかって言ったら4番9番の関係性で、なんで4番が必要に俺のことを白いって言ったか理由を考えたんよ。ずっとね、理由を教えてあげようか。俺が1番8番を追って9番、あの8番と9番やったら俺は8番を釣りをしていたから、8番と1番の関係性でおかしいって言ってるから、4番って9番に視点を向けていない3番が、8から追っている3番が白いっていう評価を下して4番なんですよ。でさっき言ったあの7番が言ってくれたんだけど、7番が言ったこと若干納得したことがあって、4番っていう人物が白をかぶした時1番って9番に釣りをしているよね。ごめん、聞こえる。で4番っていう人物が9番に白を刺した時って、あの9番も保護しに行った人物なんですよ。わかるかな。で9番6番の関係性が方法がないってなった時に、4番黒起点って1番8番を追った俺を白く置いた4番っていうのは、なんでかって言ったら8番9番って9番の偽あの黒くて追ってない人物だから、多分4番の俺の白評価ってそこだと思いますよ。9番ってさっき言った論で、あの4番に分があるって言った時ってね、4番に分があるときってさ、あの4番と5番と6番で釣られない構図で、4番釣られたくないから4番に分があるって HP 上げに行ったんですよ。9番視点で3番に違和感持ったときって4番って3番に白評価をしているから、絶対に4番に分があるなんていう言葉は一つも絶対出ないです。なんでかって言ったら、あなたは俺のことをおかしいって言ってる人物、4番を3番が最初って言ってる人物なのに、9番って6番新規って5番4番だったら4番の方が分があるって言えません。だから絶対に9クロだと思っていました。あの5番ナイスや、まあほぼ俺のおかげだと思ってるけどね。9クロ見つけたの多分ほぼほぼ9番くらいだと思いますよ。8番は1周目違和感だったけど、9番がどちらかと黒かった。はい、6番取ります。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。いや私多分精査間違ってたね。4級なんかなこれ。でも私目線9クロ落ちてるから、4、9、6ロラして勝ちなんですよ。で7、8、2、3に3人のスマラと1人の騎士がいるって、それだけ。ありがとう。6番のシーンってほぼほぼ切れると思ってて、なんだっけ、5番のことを強靭で見てたんだけど、5番ってあの4進王目で、まあ、1番すらしたけど出てるから強靭目線って100ないんですよ。6番さん目線、いや100ないっていうかないでしょと思ってるから、どうなんだろうな。4級6級、いや一番最初にね6オオカミで追ったから、あの4番が9囲えてたら6番って出ないかなって思ったの。オオカミ、なんだっけ、狼だった、あ、狂人、ん？狼だったら出ないかなと思って、その精査だったんだよね。だから6狂人で置いてたから、ちょっと精査間違ったかも。ね、釣りの順番は9落として、まあ私仕事終わってるから、その次は私でもいいし、終わんなかったら6で。もうこれで勝ち確定なんで、大丈夫です。じゃあ今日9番から行こう。終わんなかったら6級っていう、それだけ。それだけです。以上です。今日9番から行ってね、ワンチャン終わると思っているからね。6番のプレイヤーが発言します。9番さんに不当に殴られて不当に芯切られたので、9番さんすごい黒くて、9番さん占ったら白でした。なんで4級ローローはないです。はい、9番さん白なんで、はい、4番さんの4番さんはローで5番さん強靭に、4進4目で出てくる強靭もいるからね。だって5番さん目線ってもし強靭であれば進ロールもしくはスラが分かってる状態でしょ。だから全然あのスラ懸念で出てこれるんですよ、強靭で。だから5番さん強靭の4番さん人狼だと思ってます。5番さんの相方は、8番さんか3番さんか2番さん、どなんだろうな。8番さんに関しては昨日も言ったと、まあ結構おかしな点があって、まあ2、3を白く置くんだったら6番っていう人物は2、3を黒く見てるから真っ先に従っていいのって6番でしょ。
なのに6にヘイトを向けてこなかったあたりが一番おかしいなと思っているから、この相方は8かなって思っている。はい。9番さん、村人くつられちゃいますよ。9番さんって PP ですからね。あ、でも6番さんで人外をしてるから PP は来ないのか。はい。9番さんつっても終わんないですよ。村人なんで。7番のプレイヤーが発言します。俺ね、3番さんか9番さんだと思ってんだよね。9番さんが8番さんに白置きはやっぱ、俺はすり寄りにちょっと見えたから、あと1がもう9釣ろうとしてたから4が9囲った感もあるんよ。で、9番さん猛烈に6を先に釣ろうとしてたとこ。だから4球もあるし、俺3番さんが時点で怪しくて、3番さん9黒いってめっちゃ言ってるのに6に行く理由がわかんなくて、9が黒かったら4しかなくて、4が強靭で9囲ったら6って出る必要が一切ないから、3番が9の黒追ってて6に行こうとしてる視点がわかんないから、3か9、どっちかだと思うんだよね。4が遺言で3殴ってたのもちょっと4、3もちょっと、あるんかなと思ってるから、俺3か9どっちかだと思うんだよね。だから今日はとりあえずもう5行って、明日9が、あ、6が、俺と9白だから、あと3と2と8か。ここ占って、どういう結果出すかちょっと見ます。今日は5番さん行きます。自分は3か9どっちか疑ってますね。8番。のプレイヤーが発言します。はい、安定進行でいいけど、正直ね、6からの新要素と4からの新要素って全然感じられなくて、4番で違和感だったのが、真っ先に5強を、あ、5ロー6を強って置いた視点として、6番が1番をご主人だと思ってかばいに来た強人って言ったんだけど、6が使用した盤面か461で比べた場合、1ってほぼほぼ新規られたから1釣られるよ、6強人だった時にその精査を4番が落とすと、1番って6番強にならんくないって思ったから、4番おかしいなと思ったし、6番に関しては昨日の段階でわからないわからないって占いしてんじゃないなって、占い持ってないでしょって思ったし、はい、で思考が合わないから8番視点6がおかしくないって、私別に4番6番に関して釣りを入れればいいんじゃない、5番は釣らなくていいんじゃないって精査を落としてるだけだから、なんで過剰だなって思ったかな。だから、6番のシーンもないと思ってるから、ほぼおかしいんかなって思ってるんだけど、9番のまだ黒要素って黒要素拾えてないんですよ。まずね、3番が若干捏造かな、聞いてないかなって思ってて、私9番の印象、初週の印象っていうのは、9番が私を印象がいいって置いて視点だったから、私視点は精査が2分1なんだから、だから9番と7番っていうのは要精査1って落とした、で2番3番に対しては白っぽいなって落としたんだけど、なんかそれを要素を拾って2周目を叩いてくるのは分からんし、2番のね、思考の更新、どこが9黒になったのかが分からんわって思いました。9番のプレイヤーが発言します。私は4で芯が落ちてるんじゃないかなと思っています。グレだと3か7かなと思っていますね。今日の5番の発言を聞いて、5番の偽が追えない村がいるんだったらかなりやばいと思っています。5番は昨日の段階で6番が狼軸の考察をしていたんだが、今日に関して昨日を振り返った時に、6番が3使用目で出る狼だと思えないから強靭だと思っているから、私は精査間違ったんかなって言っていて、話が矛盾しているのを村は拾ってほしいです。6が強靭だったら出ないと思っていたっていう発言が今日と全く真逆で、いきなり4番黒軸になっている5番の精査がおかしいことに気づいてください。6番が、初週で7番に対して、7番の発言もよく聞いて囲いも追っていくというのは、6番の発言を捏造しているわけではなくて、6番が本当に言っていて6番が出現したっていう話なので、それは6番自身のスキルの問題だと思っています。俺は6の芯も終えていないから4番が芯だと思っています。3番さんは4番さんと5番さんの話の中身を全く聞いていない人物だと思っていて、4番っていうのは3番の発言を拾って俺とは違う要素
なんか別の、なんか4番独自の拾い方をして、なんかどこだっけ、なんか どっか2、3の精査をしていたんだけど、5番っていうのは理由もなしに2、3が村っぽいだから白っぽいみたいな発言をしていて、4と5って2、3への評価似ていたものかもしれんが中身が全く違うっていうのをあの3番は気づくべきですね。7番に関しては全プレイヤーの発言が終了。私はただの、これ俺噛まれんな、2噛まれるかな、2噛みも俺噛まれるかな、ネタで、ネタで俺噛まれるかな。52が9。投票が終了しました。5と2。追放されるプレイヤーは、あー2も噛めんなこれ。遺言を発表してください。2噛まんやろ。はい、うん、はい、安定ずりはわかります。ただ私はさっき言ったと 1日目言った通り、4番が狂人、6番が狼だと思ってて、昨日の投票で4番が釣られたじゃないですか。で、レーノの結果白かなと思って9番さんを占っているわけなんですよ。うん、これ出た方がいいんかな。で、占い絶対いろいろかかるじゃないですか。その時に9番さんを占っとかないといけないと思って、9番黒を見えた時に4球あるかもって思ったのが、1周目9番さんが6番を釣りをしているところ、6番もね、9番怪しいって言ってたから、ここって他人関係なんかなっていうふうに思ったのが視点更新ね、私の。だから4球でつながるんじゃないかって思ったから、昨日の発言はそうなったんですよ。7番さん大丈夫、3番さんも本当に村だからもう分かってほしいな。これ乗っ取りあるかな。宮本兄さんって村同士だから、もうここで殴り合わなくていいと思ってるし、なんだろうな、今話したから、私の視点更新に関しては僕が落ちた時って、私3か8を占おうと思ってたんですよ。これ乗っ取られたら負けだからね、くらいかな。だけど、まあ、4で白が落ちるかなって思ったから、9占いしちゃった。ただ、もしかしたら、その1日目の精査が私が間違ってたのかもしれないけど。だから、6球ロラしてくれたら、村勝てますから。そんな、私の芯を追ってくれたら、絶対勝てるから大丈夫ですよ。夜が更けました。人狼に気をつけ、騎士の方は、夜の街をご覧ください。私はただの石、私はただの石、私はただの石。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。あ、まあ6にせだよね。てか5番釣りわけわかんないんだけど、マジで 100% はないっすよ。てか6番占いで言う2ってやばくない？あの9番釣ります。9番釣って、多分5番死んだんで、9番釣って6番釣って終わりましょう。6番でもいいけど、ね、もうなんか6番狂人な気がしてるわ、普通に。なんか2番占いがなんか、シーン取る気ない。あ、セッコビアさん。6番狂人、4番オオカミじゃない？ありがとう。まあいいや、6釣って、9釣って、終わろう、はい。5番行くやつやべえだろ、マジで、この村。4、5、6で、4、6のシーン消えるっしょ、4番の遺言で4番の白結果が落ちるので、そういう発言いらねえから、4番自身のグレースケール上げろよ。グレーのラストロイチ上げろよ、4番視点で。100% 4番のシーン切れるし、6番のシーンも切れるだろう。なんだよ、5番投票ってわけわかんない。6番釣ります。3番のプレイヤーが発言します。まあ2番大丈夫やで、俺が5番に投票したのって5番釣られた後に3番と9番の決戦投票にしてって言おうとしたから、俺絶対9番 100% 9番の黒だと思ってるから。3番は、4番は3番の要素を取って、4番独自の白要素を3番から取っているって。何？ 4 番って別に3番のこと白っぽいなって独自ってその説明ないし、俺がさっきから説明してるところの回答になってないですね、1ミリも。8番がなんか9番黒で追えないんですよって、はいはい、もう分かった分かった、あなたは一生終わらなくていいです。あの3番と9番の決戦投票にしてね。
絶対9番黒だと思ってるから。俺5番釣られた時点で、俺5番と教室絶対9番黒だと思ってるから、3番と9番のランにしてほしいって言おうとしたんですけど。てか、まず騎士出て、8番守りしたんでしょ。騎士出た方がいいっすよ。ナイスナイス5、OK、ナイスはい、じゃあ、とりあえず、あ、びっくりした。2GJ ね、びっくりした。はい、9番釣っていいっすよ。もう3番と9番のランにしない。6番に行きたかった理由は、あ、7番に答えたときね。俺は7番のセンサーが間違っていないなって思ったんですよ。理由は、4番っていう人物が9番に対してのセンサーで、1番が9番に釣りたいなって言ってるから4番が保護しに行って占い飛ばした。で、9番と6番の関係性で6番に釣りをしている9番が関係性ないなと思った。で、6番っていう人物安定進行で、でも5番と6番で7番の発言から、ああ、じゃあ5番釣った後に3番と9番のランにしてあげようかなと思ったら6釣りじゃなくて5番釣り。で、俺は3番と9番のランにしてほしかっただけっつって。なんか8番が9番の黒を追えないなって言ってるけど、9番の黒しかないです。はい、9番の黒しかない。6番が釣らなくていいから、まあ、6釣ってから3番の9番でいいけど、ただ9番と負ける未来、戦って負ける未来見えないから、3番と9番のランでいいっすよ。はい。3番と9番の、俺が2巻。6番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、うちの占い師に2に黒が出てるんですけど、2番さんって、初手に1番の黒を打ってて、で、1、8で繋げたんですよ。1番さんって進行論しかなかったのに、1、8で無理やり繋げて、で、2日目で5の芯って、2番さん色見えすぎじゃないですか。5番さんの発言聞く前に、5番さんがすら出てきたら5番芯があるんじゃないかって言ったんですよ。私は、初手で8番にも9番にも、不当に殴られて、2、3にも不当に、6にせだって殴られて、もうわからないから6がせって、なんかわからないからってどこにもなんか、なんちゃらとか5番に言われたけど、かなり不当だったので、2番さんを釣ってください。7番のプレイヤーが発言します。あ、まあとりあえず6番さん行くね。新郎郎もゼロじゃないからね。新郎郎もあるかもしれないんで、今日は6釣りで、まあちょっと8番さんが狼あるかなと思ったけど、狼出ないと思ったんで、一応8声せずに2声したらグッジョブで噛まない可能性もあるけど、まあ多分9だろうね。6が狼で2グッチョブ出て2クラ打たないと思うから6強4級人狼かなとは思うけども、新狼狼あるんで今日は6番さん行きます。8番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、6番行きます。私がね、昨日の段階で9番に行かなかった理由っていうのは、9番からの黒要素発言での黒要素って拾っていないから。あのね、2周目で妖精採取って言ったのは、9番が1周目の発言で8番に対して印象がいいっていう部分だけしか落とさず、色を落とそうとしていなかったから、で2周目も9番は、8番には分かるって視点を求め、9番は6を釣りたがってる人物であれば4級ローローっていうのは十分終えるからね。ただそれが明確な9番のクロスではないし、まあ、盤面上は4級を終えるけど、まあ、2番にも3番にも私はなんでだろうって思っていたから、まあ、時間かけて9番の精査をすればいいんじゃないかなって思ってた。そんなに急ぐ必要ないんじゃないって思ったから、あの5番は芯かなって思ったけど釣らせてもらったし、まあ、6番はほぼ偽だろうなって思ったけど、まあ、今日まで生かしたって感じかな。9番の村ケアをする必要あると思ったから、まあね、7騎士でおそらく2は噛まれてると思うから2は白で、3も黒くはないから9番じゃないかなって思ってるけど、まあ、9番の話は聞きます。9番のプレイヤーが発言します。フォローありがとう。いやだから5番の昨日の発言聞いて5番の偽追えないんだったらもうやべえから、5番って、じゃあ5番って、2日目の段階で4球を追ったから 9の黒を追ったって発言をしてるんだけど、それで6の黒目じゃなくて6の正目に変わっての5番って、どこでその視点更新が行われたのかって考えないの。5番って6番投票してんだよ。6番狼だと思って6番投票してんだよ。でも6番黒軸ではない
俺9番占いしてんのよ。5番にどこに芯があんの？9番占いってことは4期追ってんでしょ。じゃあなんで5番って6番投票してんだよ。6番の狼だと思ってるからでしょ。で、2日目やっちまった発言をしたと思ったんじゃないの？それで弁明してたと俺は思ったけど、村がそれを拾えないの。5番がその論を通すなら5番って4番投票しかないんだって。6番投票してる時点で5番の論って破綻してんのよ。で、4番って1周目で3番がどうやって戦うのかがわからないから村っぽいっていう精査をしてるのね。わかる？ 4番って視点が違うのよ、俺とかと捉え方が。だからその4番が拾った3番の村要素っていうのは4番のことを精査するなんか要素にはならないわけよ。わかるかな？ただ5番っていうのは特に理由もなく2、3が村っぽいって発言をしていて、そこで4と5の差異が出るわけよ。これがわかんないから3番っておかしいんだって。7番は占い精査がガラッと変わった理由がなかったから7番の精査ができなかった。だから3か7だなと思った。3番がもう狼でしかないと思っていますが、5の芯を追ってる村がやばいと思ってます。全プレイヤーの発言が終了。その疑いにはどんな根拠が？まあ俺噛まれるよな。投票が終了しました。2は噛んでこんやろ。先行されたプレイヤーは6番の遺言を発表してください。もう2つってくれたら終わるんだけど、噛まなかったか地紙してたまたま守られちゃったかなんだか知らないけど、2番さんってさ、5を絶対シーンって言って4級ロールで追って4番で確実に1人から落ちてるって精査をして、2番だけが5番と一緒に9番に入れてるんだよ。だから投票位置もおかしいと思ったし、なんで4番で確実に入れてるって2番さん目線分かってるのって思ったし、いろいろ2番には黒いなって思った。初手で黒いって私は2番さんにヘッド抜けてるから2周目で、だから2番を占うのはナンセンスとかなんとか言ったけど、だって私目線黒かったから占っただけです。2番黒なんで絶対2番さんに言ってください。2番黒ね。2番さんで終わります。夜が更けました。人狼に気をつけてく騎士の方は夜のアクションを行ってください。え、私が悪人ですって？もう怒りますよ。いや、2が厄介だから厄介神やろ多分。いやー、これ5が死んだったらやっぱ潜伏強いねって思うね。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。3番のプレイヤーが発言します。話すことなくね。2番っていう人物をなんで俺が噛むの？2番って3番のこと一生知ろうとして9番行きたいって言ったのに、なんで2番噛むの俺が。俺もニグッチョブってなった瞬間にだからあーってなって、9番しか行かないですね。あと8番さ、9番からの黒要素取れないって。もういいわ。もう8番は多分9番を釣らないんだろうね、どういう要素もないからって。じゃあ3番と9番で9番行くって言ってるけど、9番の要素満点やん。俺9番の話聞いてなかった、ごめんな。今9番狼でしか追ってないから利用しようが、何回も何回も言う俺これ。6番と4番の芯切ってるんでしょ、8番って。ね、で、5番が9クロ打ってるのに、9番からね、村ケアしないといけないから。9番言ってんじゃん、ずっと。何回も言ってる。初瞬から言ってるって。4番と5番で4番がブガルって、3番に違和感ある9番が4番がブガルって言えないんだって。はぁ、なんで拾わんか、それがクロスじゃないって本当に思ってんの、8番。マジで。頑張ってくれん、本当に。もうちょっと頑張ってくれん。頼むから。マジで。なんで一生2回目してんのって思わん？それすら疑問に思わん？それは別に俺の白要素じゃないよ。ただ俺は絶対9クロだと思っているから。思考6とかじゃなくて、初心の段階で俺はもう9番が黒って思ってしまったから。だから8番と9番で比べた時に9番黒だなって言ってんのよ。だから5番が9クロ見つけた時にナイスって。おナイス。5番やったな。よくやったなって思ったよ。なんで8番は9番のことをなんちゃらかんちゃらって。釣りたくないの？どんだけ紹介者された気がするの？マジで。はい、9番いきますね。はい。9番以外いかないですね、逆に。
初心の段階からおかしいと思ってるから、俺は2周目から。あ、俺の黒石取ってあげようか。俺4番の白、あの 白先が9、1周目知らんかった。7番のプレイヤーが発言します。ああ、そういうことね。白先9知らなかったんだ。俺3が9黒ってて6に行ったのがちょっと違和感あったから、弁明になったら言ってって言ったけど、そういうことか。まあ、ちょっと、もう5が真にしか見えないな。5って初日の1周目1と4両方偽っぽいって言ってるしね。フラグも打ってるし、5が人狼であそこ出る必要もないし、もう強人だったらちょっと上手かったかなと俺思う。俺は9番さん入れます。8番のプレイヤーが発言します。はい、いや9が村だった時がごめんねって感じなんだけど、私はね5が偽っていうよりも、5が芯切れるというよりも、4と6の芯が全く超えないんですよ。6番も言わずもがなんだし、4番に関しては、4番の視点の中で6を強って置く視点が本当にわからない。しかもその理由として、6が1を構えに来た強人って置くんでしょ。無理だから、その視点を落とすことが4番が占い師としてダメだと思ってるから、4番の芯が追ってないんですよ。ただ、4番と6番の審議っていうの、なんだろう、4番6番いくらでもいくら芯がなくても、9番が村だった時の村ケアをして、9番から村安を拾えばいいと思っていたから、別に安定進行で取って9番と最後残ったところを精査すればいいんじゃないかなって思った思考かな。だから私は初週に述べた通りかな、昨日述べた通り、私9番の違和感の部分を拾っていたし、2、3に関しては白いなと思っていたから、3番に関してなんか別に3番が8番に言ってるように、なんか9の評価値されてるわけじゃなくて、私は9の精査をして、ただなんだろう、9の発言から明確な黒要素って、違和感を拾っていたけど黒要素を拾っていないから、9の精査しますよって、あの占い師の信玄を含めた急の精査しますよっていうだけだったから、うんって感じかな。野球盤ごめん、村だった時が本当に申し訳ないけど、ちょっとね、46の芯がない。9番のプレイヤーが発言します。いや、46の芯がないとしても5の芯って追えなくないですか。5番さんって初日に6が黒軸での考察をしているんですよ。でも2日目になって霊能結果が見えていないにもかかわらず、値間違ってたんかな、4番黒やったんかなって言ってるんですね。で、5番のこの思考転換がどこで行われたのかっていうのがポイントなんですよ。5番って2日目どっかで話を聞いて間違ってたのかなって落としてるんだけど、5番って旧占いなんですよ。でも5番って6番投票してるんですね。絶対にありえないんですよ。5番の6番投票っていうのは6黒軸での投票なんですよ。でも9番占いっていうのは5番が4球を追っている上での旧占いなんですよ。絶対にないんですね。5番が9を占う場合っていうのは、5番っていうのは4番投票じゃなきゃいけないんです。これが分からなかったらもう無理だなと思ってます。6の芯がないのは言わずもがなで、7が6は、こういう要素で強靭だと思うって昨日言ってたけど、それはその通りだと思っています。6が強靭だと思っていて、4が芯、5が黒だと思ってます。4が芯なんですよ、ね。5番さん、フレンド申請しとく、はい。3番に、3番は9番が4と5で差異がついたのがおかしいって言って、ってたけど、それも点でおかしくて、4番の3番の村要素の拾い方と9番の3番を見る視点っていうのは違うから、4番の精査にはならない。ただ5番が理由もなく 2,3 印象いいっていうのだけは俺はおかしいと思いましたよ。3番言ってください。全プレイヤーの発言が終了しました。私はただの石、私はただの石、私はただの石。まあこれね、ちょっと5が人外だったらうまかったかな。追放されるプレイヤーは9番。ああ、よかった。村人陣営の勝利です。あー、6強。6強。ナイス。エルもお前4番と6番の審議ついとったら分かるやろ。
裏剣なんだ。でもさ、それでも。いや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 。いやー、これ5番さんの潜伏が強かったね、これ。でさ、あれ、いや、1番、4番、6番が出てきて、俺の感想は、どれも芯がないですね。あ、チリさん、ギフトありがとう。5番が出てきたと、5番の芯決めどうかなって思いました、普通に。1番、4番、6番が1周目でマジ芯なかった。チャンマンさん、ギフトありがとう。俺もう1周目で、もう5番芯っていうか、5番が9クロ打ったら5番芯に見たろうと思って。5番が9くらいだったから、あら、しょうがしんや。あ、アリスさん、ギフトありがとう。いやー、盤面悪かったわ、マジ。いや、ジンガイ、きつかったと思うよ。きつかったろうね、これ。あ、マニマリさん、ギフトありがとう。占い師じゃないなって分かったもん。やばかったもん。例のだったら納得だわ。わかるわかる。アリスさん、ギフトありがとう。6番さん、なんで出ようと思ったんですか、あれ。めっちゃ言う。だってどっちも新芽ないから、あれご主人様釣られちゃうかって。ああ、新取ろうと思ったよね。そしたら5番っていう人物が伏兵がおったわけね。私釣られてもさ、ほら。じゃあ6番線の狂人ってどっちも芯がないから出ようって思った視点やろ。だって一番、じゃあ俺の6狂人5番狼っていう視点って別に間違ってはなくね。まあ確かにそうですけど、それよりも5番が6番狼の決め打ちで9番はないっていう視点から、6番投票で5番が9番占いに飛ばすっていうのがおかしくね。だから豚さんが言ってることって何も間違ってなくね。え、でも5番って6番落としたときはどこ占うって。4番、あ、いや、もう5番の視点で9番っていうのは除外されてるから、1日目から。いや、5番って3番と2番白評価した場合って5番の占い値って別に9ありえるくない？うん、いやいや、でも5番の視点から3に除外の理由がそもそも薄くね。あれじゃない？5番って1番の方に3人がね、1叩くのは狼な、薄かったね、1が霊能なら。うん、うん、待って、1番の言ってること、まあ霊能だからいいんだけど、 おかしかったからね、一周目。わかる、めっちゃおかしかったよね。そうだから1番絶対占い師じゃないわ、信ないわ。わかる。いや、俺は信あるかなと思ったんだけどね、あの9叩きが真っ当だった気がしたから。なんか1番信なくて、8番と1番の関係性を9番っていう人物がなんか俺の中で違って、で4番が3番しか評価した時に9番っていう位置と9番の評価が分からんかったから、だから俺4番1番最初投票して多分繋がるの9やなって思ったね。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ないからね。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。1番アイブライさん、高松さん、ありがとう、ギフト。あ、こんばんは、一田クロースです。お願いします。まあ3番さんの席に座りたかったなと思っております。まあこの意味が分かった方は今日釣らないでおこうかなと思ってます。3番さんの席に座りたかったななんて思ってます。はい。個人の進行論としては、ムラスラとかアーマーってやっても利がないと思ってるんですよね。例えば、2、1番面から1、1番面にムラスラしたとして、俺は村の勝率が上がるとは思ってないです。なぜならその人物がどうすればいいかが濁るから。だから別に盤面を濁らすことなく、普通に、村は自分の役目を、ね、果たして自分の発言で、まあ、頑張って村人同士白くなっていこうっていう感じです。次回はご勝手にどうぞって感じですかね。あとはまあ、ゲストありがとう。白黒理由をつけない人を黒首バス。はい。村であったら理由をつけて発言してほしいなって思ってます。はい、以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。1番さん、ごめんなさいね、いきなり私すげえプレッシャー感じてるんですけど、3番の席に座りたかったっていう意味ですか？うん、ごめんなさい、ちょっと私にはわからないです。あの2週目で説明してくれるものと思っています。ムラスラとかアーマーに意味がない、意味がないとまでは言えないかもしれないですけど、まあ私もあの難しくなっちゃうので嫌いですっていうふうには思っています。その辺は同意です。白黒に理由をつけろ。まあ、
それはまあ一般的な意見だと思います。1番さんはその2周目の話を聞いて考えたいと思います。今のところはちょっと困惑しているぐらいですかね。私は安定派で、ありますね。一応安定進行が好きと思考を開示しておきます。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、3番です。聞こえますか？1番さんはね、これはちょっとね、ユーモアがある人で、俺の1だったらサンタクロースになるんですよ。はい。だから俺の1にね、座りたかったんですよ。ね、そうでしょう、1番さん。なるほどね。そんなのではね、色落ちしないですよ。はい。まあ、1番さんも2番さんも共になんか、なんだろうな。まあ、色落ちないですね。はい。なんか2番さんは、なんかその1番さんが言ってることの意味をずっと、なんか、なんだろう、その椅子の位置を気にしてて、別になんか1番さんにどうこうっていう考察をしようとはしてないような感じですかね。まあ、2周目です。はい。4番のプレイヤーが発言します。いやー、俺もうちょっと狼分かった。狼分かった。これ一三人狼やろ。これ一三人狼で夜の会話でそれ言ったんやろ。だからその3番さんがサンタクロースって、全然誰も思いつかないよ、そんなの。夜の会話で31、その会話したやろ。これ31人狼にしか俺見えんな、かなり。だから2番さんが小兵でかなり白く見えちゃうかな。どう？この考察。俺31人狼俺あると思うけどね。で、3番さんそこで結構考察も結構、ふわついてたし。だからまあ31色追ってるけど、まあ行くなら3番さんの方から釣りたいかなと思ってる。もう小兵で2番さんどうしても白く見えちゃうよね。5番のプレイヤーが発言します。あ、ギフトありはがい、特にしとようとございません。あ、なるほどなと思ったっすね。いや、確かに思いつかんかったっすけど、ただ、なんかこれ議論の話題に上がるもおかしいと思うんですけど、1番さんって1タクロースですみたいな発言してたから、3がそれを分かったとして31ロロっての安直かなと思ったけど、可能性あるなって思いましたね。2番の1番の触れ方が普通かなとは思ってるんで、21郎ってのはあんまり見えんかなと思いました。なんかな、1番が占いで3四郎を透かそうとしてんのかなって思ったんですけど、やりすぎやなと思って、人外かなって見てたんですけど、あ、そういうことなんかと思ったっすね。ああ、どうなんやろ。4番さんの3一の繋い方が安直かなと思ったっすけど、確かにわからんなって思ってしまったから、ただ夜で議論してそれを1番が言って3番が言うっていうのはなんか、そんなことあるんかなって若干思ったっすけど。まあ2周目ついてあげます。以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、6番です。占い師です。占い師。7番さんにランダムで白です。7番さんにランダムで白です。正直、まあ役職は出てきてほしいかな。特に霊能は出てきてほしいかなと思ってますかね。はい。まあ理由としてはグレー。の考察で、霊能さっさと出てきた方がいいかなって、1番さんのところで攻めて出てきていいかなと思ってますかね。で、グレーだと、ちょっと4番さんのその1、3はあまりにも雑かなとは思うけどね。1、3、ロー、ロー、さすがにないんじゃないって思ってるけどね、4番さん。だから一番4番さん印象悪いかなと思ってますかね、現状。まあ、それがローがいきなり2人に対してヘイトを買う行為するのかって言われたら、どうなのかなって感じだけどって感じかな。ですかね。騎士は先生に任せます。7番のプレイヤーが発言します。占い師です。いや、一白です。いや、俺なんかこんなの強人で一囲ったんじゃないかとか思われてめっちゃ嫌なんだけど。はい。まあ、4番の位置だ。なるほどな。あ、サンタクロースねっていうのは分かりました。はい。ただ、4番に言うけど、一三ローローっていうのはもう安直すぎるなと思ってます。は
はい、そんなことしますか、普通にっていう形で。あっても強靭なんじゃねえのっていう話じゃないですか、1番さんはっていう。そういう思考に足らないのかなと思いました。はい。まあ、2番からには別に黒要素っていうのはいらなかったし、1番への指摘っていうのも分かったけど、まあ3番がね、どう取るかだよね。狼でああいうわけわからんムーブする、その、サンタクロース。かっていうのを話持っていくかなっていうところはあるけどね。なんかまあ、で、6、あ、追加したい。あ、6、あ、やべ、ない。8番、これは芯取れるやろ、俺。7番さんは3番さんに叩いてるかと思ったけど、よくわかんないなって感じですかね。自分は普通に1番さんに言ってること分かったけど、3の1だからサンタクロースなんでしょう。それは5番さんが言ったら1タクロースって言ってるか別に普通に分かったかなと思っている。4番さんに1さんってのはちょっと雑かなっていうのは同意ですかね。あ、ゲフトありがとう。1さんだった場合、それこそ夜か夜してるんだったら3番さんで何のこととか言うんじゃないのっていう感じかな。ただ3番さんが怪しいっていうのは思っていて、3番さんは2番さんは1番さんに考察してないって言ったけど、3番さんの方こそ1、2の考察全くしなかったから、色落ちないな、しか言ってないから。3番さんツリーチかなというふうに思っていた。4番さんはちょっと1さんの話しかしてないから2周目だけれども、現状3番さんが4番さん行きたいなと思ってますかね。占いは6が後ろに打ったのはあれだけど7が出てるから、ね、ただ7が3の狼って言ってるけどよくわかんないなという感じですよね。あと4で分かったって言ったけど3番さんの中に3択をしました。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、9番カロリー占い師です。3番に白が出ています。ランシロ3番です。お願いします。霊能は必ず初日に出てください。私が占い師の裏では潜伏は絶対にしません。2日目に出るなんて言語道断です。お願いします。で、状況狼目がないのが4番だと思っていて、4番の3、1のつなげ方は狼だったらしないと思っているほどめちゃくちゃ雑なつなげ方だと思っていて、4番の発言の時点では4番興味あるなと思っていたが、6番が後半に白を打っていることから6強の7があえて出てきた狼に見えています。4番が興味がなくなって4番村かなと思っています。現状は6強7の狼もしくは6、7老老の7が釣られに来ている新老老があるかなと思っています。その場合は4が共鳴になるかと思っていますが、現状は6強7狼で1番のプレイヤーが発言します。うん、ごめんね。おお、オッケーです。7番が偽でしかないかなと思ったんで霊能でしたね。はい、うん、うん、まあ特に精査はついてないです。はい、うん、まあちょっと発言聞かないと分かんないかなと思ってます。うん、まあ2番さん釣りますよ今日は。分かんなかったんで、はい嘘ですよまあ8番さんが一番引っかかってるかなと思って、8番さんが3番さんの発言をねじ曲げてる印象がありました。3番さんは2番さんに対してなんか1番さんの精査を述べていない的な、なんか8番さん精査をなんか考え述べてましたけども、3番さんは2番さんに対して2番さんは考えていたっていう発言を残してるんで、ちょっとねじ曲げた感があって3番さんを釣り地に持っていった印象がありました。はい、あとまあ4番さんに一応言っておくと、1さんである確率はまああるけども、僕が1番3番さんの相方になり、そしてかつ僕が一番手の発言じゃないとこの状況がなり得なかったっていうものすごい確率であることに、まあ、気づいてほしいからと。4番さんの言う1さんであれば、まあ、盤面上1さんはないと思うんだけど、まあ、R か1はとか、7番が偽だなとしか思ってなかったんでちょっと正直分かってないけど、4番さんがこの状況出てきたことはかなり神秘は高いのかなとは思ってます。9番さんがあの状況でなんで新論論を追ったんだろう、ちょっと分かってないです。ちょっとねまだ精査がついてないけど、4番さんの出方がものすごく心配ので今日は4番さんは釣りたくないかなと思ってます。8番さんが気になってます。以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。皆さん意外とサンタクロース気づいていたんですね。いや、私の頭の回転が鈍いのはバレたので、1番さんに2番釣りますって言われた時はその辺を突っ込まれるのかなと思っちゃいましたね。実際鈍いんですけどね。で、3番さん、
はまあすぐに気づいて、ああ、なるほどと私は思ったんですが、確かに精査はあまり受けてない感じですね。で、4番さんが私の白を持っているから、最初から白弾きをしていたのかっていうのはちょっとわからないですね。逆、聞いたときには4番さんが3番だと夜会話してただろうっていうのは、まあ逆説になっちゃうんですけど、1番さんと4番さんの間で行われた会話だったというふうに、受け取ってしまいましたね。なので私は4番さんのシーンを絶対的だとは思いませんね。ただ、狂人ではないかなとは思います。で、そうですね。今これ、ちょっと盤面、3仕様のまま3仕様ってことですよね。ちょっと、そうだな。ごめんなさい。発言は伸びてないですね。3番のプレイヤーが発言します。はい、3番です。そうだなあ。4番さんの俺の叩きはなんか狂人っぽくは見えたんだよね。ただ、けどあれか、レースらする前に出てんだもんね。狂人が出るわけないか。狼が出るわけもないから、4番が真なのかな。じゃあやっぱり2に白が分かってて、俺を叩いてたってことになるね。だから4が真でいいのかな。これ噛まれるな。となると、6、9に狂ろうだね。どっちかね。まあ、6と9だったら9の方が考察伸びてる印象だけどね。まあ、最後の位置だかわかんないな。まあ、1番さんもそうだな。スライドがあったから、まあ、しょうがないっちゃしょうがねえよな。となると5番と8番か。今日はね、6、9かどっちからかいきますね。4は限りなく死んでいいと思ってます。はい。だから2もしようね。まあ5か8の精査も聞かないといけないね。はい。4番のプレイヤーが発言します。潜伏利用なんだけど、まず前半位置に白が出てたことと、まず9番さんから占いしようがなければ9番さんの狂人がない、9番さん以外から釣れば狂人目も釣れることね。で、人外が自分に白を打てば盤面かなり強い。ってことで潜伏してました。9ロー6強で追ってます。6番さん狂人で追ってる理由は後半位置に白を打ってご主人を囲いにいた6強、9番さんローで追ってます。で、9番さんの相方は現状わかってないけど、93か98か95のどれかだと思う。7が1に白を打って9が出るメリットがないと思うんで、現状9ローの時は1を弾いてます。で、俺はちょうど良かったと思った。3番さんがサンタクロースっていう話をしたことから、あれは雑です。無理やりに1、3つなげました。なんで無理やり雑につなげたかっていうと、しっかり占い師フラグ打てるからちょうどいいなと思って、2白出てたんで、1、3黒塗りして2が白いっていう条件を出しとけば、自分の2白がちゃんと見えてフラグを打ってましたっていうのも言えるからちょうど良かったかなって思ってます。で、ちょっと怪しいのは5番さんがそれを指摘してしっかり釣り位置言わなかったとこ。4番さん白いな、なら3と1どっかあるのかなとも言わなかった、両方に触れなかったとこと、8はちょっと釣り合いしそういうとこ釣り合わせた感じ。まあ、とりあえず今日9番さんって護衛くださいね。もう多分噛まれるよ。護衛ちょうだい。5番のプレイヤーが発言します。いや、まあ出方的に4が真かなと思うんですけど、3視点で6球の精査吹っ飛ばして4番が真ってなる構図が全然わかんないんで、3が多分意をつけててするように言ってるんちゃうかなって僕は思ってるんですけどね。
いや、なんか9番、1番が指摘した良さで、それいいなと思ったんですけど、9番が6、7ローローで、新ローローで7が釣られに行ってるって、それって6番オートで釣られるから、そんなん絶対ないやろと思ったんですけど。なんか、それがなんか、発言稼ぎで無理やり喋ったようしか見えないんで、9番が一番印象悪いっすね。で、9視点で4番の白要素を拾う前に、8番が自分の、自身の持ってる3白に、8番結構噛みついてる構図やから、9番3視点って多分8番にヘイト、まず向くと思うんですよね。自分が、自身が占いで3白持ってた場合って多分8番って相当印象悪くなると思うから。で、8番の4番の要素の組み取りが良かったと思ってるんで、8番は白いなと思ってるんで、4番は真かなと思ってるんですけど、スケールが合わないですね、僕は。3番って、まず発言がふわふわしてたと思うし、そう、だから、その3、1同行の前に3番さんって単体でおかしかったと思うから、まあ、釣り値上げられなかったら申し訳ないですけど、僕は2周目釣り値上げるってしっかり明言してるんで、僕は9からでいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。なんかその発言単体でおかしいなと思ってるんで。で、まあ9で黒出ればだいぶ強いなと思ってますけど。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい。4番を芯で見てるのみんな。絶対ないから。あの盤面で占い3仕様になるんでしょ ?4 番さん潜伏してたんでしょ芯だったら、占い釣り切りになるんだよ、基本。3CO って。だから、真だったら潜伏しときゃいいんだよ、正直。で、レースらしてから出ればいいんだよ。逆だからね、4番さん。だから、そこ、真じゃないから、全くもって。で、4番さん、ローだと思ってるんだけど、その理由は、4番さんっていうのは、ローで、3CO になってる盤面で、相方が出てないから、スラがあるって分かってるから出てきた。って感じね。で、3、4目になるっていう話ね。だから4ローだと思ってる。スライドが分かってるからね。相方が出てないから、そういう行動ができるんだと思ってます。で、9番さんがロー強だと思ってるんだけど、ほぼほぼね。理由は、僕が7に白出してるでしょ。で、7番さんが占い CO をしました。この盤面って9番さんローで出たら、情報釣りで9番さんが釣られる可能性が圧倒的高いんだよ。だから9は強靭でしょ。だから4ローだと思いますけどね。で4の相方、だから前半が全員ね、4が真って言ってるから、それがありえないかなと思ってるから、正直4につながる人が多すぎると思ってます。はい、7番、もう自分が真だから釣られたくないから、7番さんに合わせるけど、僕は4がローだと思ってます。はい、7番さん、しっかりと言ってね。はい、7番。のプレイヤーが発言します。まあ6のやりで4の信用機は全然早い。もう3番は安直すぎるなと思った。4っていうのはもし仮にロジックだった場合っていうのは二人外隠れてるのが分かってるから誰かがスラするっていうのを見えてるから出てきた人物っていう可能性も全然終える。ただ強人はないと思っている。強人だった場合全人外露出する可能性があるから、そういうリスクはなかなか負えないと思う。だから4の1っていうのは真ロー1で間違いないと思う。ただやっぱり発言的にも真もしっかり追わなきゃいけないなっていうところは感じている。だからまあ6番の指摘っていうのはまっとうだったが、そこ、まあ、まだ分かんねえな。正直ちょっと9の発言も聞いてから決めます。4、6、9はまだ正直わからない。人気投票いきましょう。まあ、岸さんは俺をしっかり守ってください。以上。8番のプレイヤーが発言します。まあ4番さんの信用気が早いっていうのはその通りだと思いますね。ただその場合っていうのは7番さんの言うとおり、4番さんは強人という人外の場合は狼だろうなと思います。9番さんがあの時点では3周目に出てきたけれども、9番さんの強人ってあるなと思っていて、9番さんは新老老化、あるいは6番さん強人、7番さんが狼っていう話をしていて、まあ、7釣りに持っていきたいような感じのことを言っていたけれども、強人だった場合っていうのは6が狼、7が真っていうことが、まあ、すらする前ね、分かるから、なんか7釣りしたかったのかなという印象はあるっていう感じですかね。
まあ、6番さんのその4ローデっていうのは分かるけど、9番さん強靭の竜とかも欲しかったなと思っていて、結構占い難しいですけど、まあ、4番さん確かにフラグは打ってた、打ってはいた。まあ、相対的に2番さんが白いとやっていたけど、ね、だから結構で、まあ、4番さんの強靭はないだろうなって感じですね。それは分かったけど、9番さんは強かもしれない。4、6に狼がいるんじゃないかなっていう感じで、どっちかって難しい。まあ、6番さんが人外だった場合っていうのは、まあ、ほぼ4が死んだから、やっぱり4釣りたいのかなっていう感じはあるけどね。まあ、1番さんが自分になんか人向けてきたけど、ちょっとよく分からなかった3番さんについては、締めと同じようにまだ思っているけど、でここで4番さんの盤面のみで死んでおくっていうのは、5番さんとか言う通り、ちょっと釣りより見えるなって感じはあるけど、それ4が死んだ場合だけど。はい。9番。のプレイヤーが発言します。まずなんか67の新老老67老老を追ったのは、まあ、確かにないかなって反省しました。7で黒見せた時に、6が破綻して6も釣られちゃうね。確かにごめんね、7があまりにちょっと釣られに来ているような発言が見えて、7自身の黒を見せたいのかなっていう、そういう可能性も追ってしまって、かつ4番が強靭っぽい発言もしていたから、67ローローの4強もあるかなっていう可能性の話だったんだけど、本戦は6が強靭で7が狼ではないかと昨日の段階では、発言をしています。8番さんが言っている9強だったらスライドが見えるって発言はごめんちょっとよく分かりませんでした。はい、今のところやっぱり6が後半に白を打つところが、6が強靭で4が狼かなと思っています。逆に、皆さんが4番の席で占いで座っていて潜伏をするのに、わざわざ1、3を黒塗りして2が白いっていう発言をわざわざ残しますかね。皆さんが占い師で4の席に座っていて2番の白が見えているときに、その行動をするかどうかをしっかり考えてください。4番は狼で転覆しようと思って、もう作戦を練っている狼だと思いませんかね。4号がすごく見えていて、5番って3番が4の新置きが早いって言っていたんだけど、5番目線でも4のことを盤面でしか芯を追ってなくて、9の新ロールを追っているところに違和感を拾っているぐらいで、それ以外のところでなんか、9と6の精査をしていないから、5番の3への発言がブーメランだ。全プレイヤーの発言が終了しました。私はただの石。いや、俺ちょっと黒狙って占うよ。93だと思うね。え？ 963？ 963。 9番のプレイヤーが発言します。 3だ。ははもう一度復習になるが、6が後半に白を打っているから、6が強靭で4が狼だと思っています。皆さんが占い師で2番に白を持っている状況で4の席に座っているときに、わざわざ1、3の黒目を無理やり上げて、2が相対的に白いなんていう発言を皆さんが占い師のときにするかどうかよく考えてください。5番が3番に対して4の新置きが早いといった発言がすごく引っかかっています。5番目線で4番の新要素を盤面以外で拾えていないにもかかわらず、5番が3番への指摘をしているのがめちゃくちゃブーメランだと思っていて、4番が9黒軸で3を釣りをしているのをセットで合わせて4号が3を釣りをしているように見えてしまっていますね。はい、4黒軸で4号ローローがすごく見えます。4号ローロー6強じゃないかなと思っていますね。6番のプレイヤーが発言します。はい、6番です。もう占い3仕様でこの3人決戦投手っていうのが初めてだからね、すごい。あ、この4番さん9番さんのこの発言力に負けてなかったんだと思ってね、僕は嬉しいですね。はい、あ、だから4番さんもう言ってもう説明したからいいと思うんだけど、4番さんのロー、うん、分かるよね。ありがとう。で、9番さん、誰かに言われたね、9番さんの強靭っぽい理由を言ってくれてたんだけど、だから6が7に白出して7が占い使用してるんでしょ、うん、だから9がローだった場合っていうのは出ないでしょ、情報釣りで9釣られるんだから。だから9番さんは
強靭で一瞬破綻が見えたから6のねスライドだから違うんだけど、だからあえて出てきて9番三振は僕がご主人に見えたから出てきて情報付いて占い三振用にしようとしたんだからね。うん、だから4番4番のプレイヤーが発言します。うん、これもう勝ったでしょ。これ三級人狼しかなくね。3番さん俺のこと新目が高いって言っときながら4投票っておかしいでしょ。ワンチャン俺釣れると思ったんじゃない？ 3 番さん。俺しっかりフラグ打ってるからね。3番さんが1番さんってサンタクロースっていいやつ買ったんじゃないって言ってることからこれ雑なぐりに利用して、あ、西郎のフラグちゃんと打てるなと思って俺は雑に殴ったよ。一さんはあれは雑だったよ。で、西郎っていうのが見えてる、しっかりフラグを打って自分は速攻で出たからね。9番さんの発言終わって速攻で使用してるからね。スライド見てから出てるわけじゃないからね。で、今日は9番さん釣ってほしくて9で黒が出た時に7が1白打ってるから1番さんの狼が薄いっていうのも情報になるからね。9黒出た時はだから今日は9から釣ってほしい。全プレイヤーの発言が終了しました。ラハリさんギフトありがとう。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは9番9番の遺言を発表してください。もう話すことがなくて発言をするとしたら3回目の復習になってしまうんだけど、1番が人の話をよく聞いていてすごく印象がいい人物で多分村だなと思っていますね。1番が拾っている発言って狼を探したいっていうような発言、話の聞き方をしていると思っているから1番が一番村っぽいなと思っています。はい、9黒6強で変わりません。おそらく5番じゃない、あ、9じゃない、4黒6強で変わりません。おそらく5番じゃないかなと思っています。はい、4番が3級で見えたのが3のどこの要素で3黒に見えたのか皆さんは納得がいったのでしょうか。アリスさん、ありがとう。はい、8番とかも色が見えない人物だったと思っていますが、4番目線で9黒考察で1の白が見えた以外はヒントないと思うけど。夜が更けました。人狼に気をつけてください。まあ、触らないしかねえよな。これさすがに3黒でしょ。あっちーさんギフトありがとう。これ3黒やろ。これ3番村でやってたやばいよ。さすがにもう植林のほらね、人狼です。植林なし、植林じゃないよ、植林じゃないっすよ。明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。6番のプレイヤーが発言します。あ、ギフトありがとう。はい、三四郎です。三番さんが投票を変えたから。あ、ギフトありがとう。そしたら三四郎でしたね。あ、もうこれ、あれか。七番さん、九番さんか。九番さんか。ありがとう。持つの申し訳ないね。外したよ、考察を。うん。ただ三つれば、四番さんの破綻が見えるってことでいいのかな。七番さんが当たりそうだけど。ありがとう。これはもう、ね、自爆案件やけどな。うん、じゃあ3いきますか。そしてその、ああ、うん、そうだね。それでいいよね。うん。そしたら僕が真ってわかるよね。7番さんって感じかな。いいかな。あ、ギフトありがとう。当たりじゃないよね。うん。なら3いって4の破綻が見れるんで4いきましょうかね。次の日。はい。ああ、現状1、2、5のどこかにいると思ってますんで、騎士は出てきてほしいかなと思ってますけどね。8は違うと思いますけどね。アリスさん、ギフトありがとう。ああ、まあ、そっか。4が、じゃあ9に入れてる人が弾けるのか。1、5、8、2、7。
ちょっと待ってね。ちょっとまだまとちょっとストップバッターで発言がまだあれなんだけど、今日3行って破綻で4番さんが破綻するよねってことでいいのかな。7番のプレイヤーが発言します。そうですね、3番さんにはもうしないといけないけど、今日は死んでいただくしかないですね。はいいやもうとりあえず3番さん騎士なの？いやもうでもこれは情報場面で3つるしかないっす。はい、そしたらまあ4が4、6どっちが本物のかって分かりますし、でもし3で終わらなかった場合、8が6を守ればいいだけの話なん、いやそんなことないか、もう全人が露出か、だから3、8すれば終わりなんですよ。はい、そういうことですよね。うん、そうそう、はい、3つって終わらなかったら次8いけんじゃないですか。ワンチャン何4級ローローっていうのもあるのかな、そしたら。うん、そういうことも考えてね。いやもう、はい、4級ローロー6級ローローか、ね、まあまあまあ、うん、3つって8つって、まあ、いい、3が6人外なら8黒だから。8番のプレイヤーが発言します。誤爆はないんか。いやまあ全人が露出だからね、3番さん釣って終わんなかった4番さん破綻だから、で自分は7番さん守りしてるから、まあ6番さん守りしてっていう、その必要すらないんだけど、はい、3番さんで。1番のプレイヤーが発言します。まあ今日は3番さんに釣る、3番さん釣ることはできませんよ。だって3番さんって僕の意図を分かってくれたんで、釣る気はないです。はい。まあ僕は3番、9番、狼、6番、狂人だと思ってます。はい。まあ3番さんの黒要素っていうのは、まあ4番さんが言ってくれたのもあるし、8番さん、俺ちょっと不当かなと思ったんだけど、8番さんが叩かれた直後に3番さんに白を打った9番さん、9、3、ローってラインは明確に見えるかなと思います。9番さんがネスだと思った理由っていうのは、まあ、4号ローローだった時って5番さんが4番さんあんなにぶち叩いちゃって2周目迎えた時ってどうなるんでしょうねと思ったから、4番5番で見える視点が分かんなかったので、やっぱり9番さんが偽かなと思って9番さん狼だったんで、9さん狼かなと思ってるんですけども、自分は3番を釣ることはできないんで8番さんに行こうかなと思ってます。8番行って3番かなと思ってます。5番さんの昨日の2周目めちゃくちゃ白かったです。はい、なんか6番さんの方が生存意欲があったように見えたんで、6番さん狼かなと思って6番さん投票しちゃったんですけど、まあ4番さんの考察通り6番さん狂人、9番さん狼だったようですね。これで3番さんを釣りたくはないと思ってます。はい、村の皆さんに任せます。2番のプレイヤーが発言します。はい、私は3番さんに行って、まあ、占いを明確にするのがいいと思うんですけど、1番さん、ごめんなさい、私、うん、3番じゃないんだ、1番さん。これ、米津くん、いい人だね、俺がちょっと。3番さんの言った通りのやり方で勝てるんじゃないのかな、ね、違うのかな、ちょっと。俺を活躍させるために自爆しないっていう、このユニツノ君のタクマファン精神のプレイヤーが発言します。はい、そうですね、昨日なんか5番さんから6番さんぐらいからか、なんか4番のアオンちゃんが言ったありがとう、絶対そうだよ、シーンとかまだ分かってないじゃないみたいな発言されて、まだ3番さん4番さんのシーン置くの早いよみたいな、5番さん6番さん7番さん8番さん言っててくれて、うん、ああそうかと思って、じゃあ結構4番さん入れる人多いのかなと思って、まああわやくば4番さん死ねと思って押したらよく 6番さん3番さん9番さんって、ね、投票がバッチリバーンって出て、はい、もうあれと思ったんですけどね。茨城さんゲストありがとう。いやー、なんなんすかね、もう本当に。
俺が騎士なんですよ。はい。2番さん。で、俺、もう、アフォローありがとうございます。強靭で、新ローローで、4番さんが俺に黒出してるから、4番さんと9番さんが狼。で、俺強靭。で、6番さんが真になりますね。あ、新谷さんギフトありがとう。はい、もう負けるから言っちゃうけど、ごめんなさい、4番さん。4級狼の3強靭でした。じゃあ今日は4番さん行って終わらせましょう。4番のプレイヤーが発言します。はい、自分目線ちょっと黒い人が多かった。まあ5番さん結果白なんだけど、まあ5番さんって4が3、1をも雑に殴ってるから、まあ4が人狼で3、1とか雑に殴んないでしょうって、4白浮きして3番さんと1番さん精査して3が黒いとか言ってくれたら、まあ5番さんってめっちゃ白くなったかなと思ってる。8番さんに関しては3、4ともに釣りをして、まあ3、4なら3番さんの方が黒いって一本釣りしてしてくれたら8番さんの方が白かったかなって思ってます。まあ投票で狼見つけれたのが良かった。ちなみに8番さんどこ越え？4と7、8番さん。7なんだ。いや、俺声しないと、やばかったと思うけどね。まあ、噛まれなくてよかった。じゃあ今日3番さんお願いします。5番のプレイヤーが発言します。いや、でもとりあえず4番さん抜かれても 100% 3つってたんで、ほぼ勝ちやったっすね。俺9番強靭やと思ってその上で釣ったんですけど、狼なんですね。だから9番強靭見えたから黒落ちたら強いっすねみたいな言ってたんですけど、まあ3で終わるでしょう。3いきます。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠が。7声か。俺声してほしかったな。あ、茨城さんギフトありがとう。やっぱ潜伏ってハマると強いね。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは。ゲーム終了。村人陣営の勝利です。ごめんね狼さん。強い。タイタンじゃないこれ。これ9番さん、9番さん1個前の村も潜伏であれやもんね。潜伏強くないですか。ハマった時強いよ。ハマった時強い。オオカミだって。僕オオカミででも出たね。なんか当然見えた。おんちゃんさん、ミッキーさんギフトありがとう。出とこうと思って。4番出ると思わなかった。いや4番怪しいって言ってたじゃん。もう雑だけどって言ってたけど、まあ多分潜伏するんだろうなとは思ったから、ちゃんと4番さんは叩いとったんだけどね。1日目。ああ、そういう意味でね、占いだと思って叩いた。そうそうそう、だからそういう伏線をしてるんだろうなと思ったから4番は。ああ、読まれてるかやっぱり。俺はめちゃくちゃ下手な強靭だと思ってたんだけど。あ、俺強靭だと思ってた。いや、4強靭はないでしょ。あの場面、全人外露出場面になっちゃうもん。あ、じゃあ6、7でスラがあるんだろうなと思って。ああ、俺強靭でもやるときある。あ、うん。あ、本当に。うん。で1、3が黒くて2が白くて、ありがとう。言わんくない、絶対。この人絶対強靭だと思ってたんだけど。あー、なるほどね。結果サンタクロースは真っ白だったってことだね。いやー、普通に黒くなればよかったか。サンタクロースは黒でしたね。初日釣られるべきだったな。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。